くらえ。なるほど。また一人現れた。これは影分身の術。くらえ。影分身の術。くらえ。くらえ。影分身の術。くらえ。だれ。影分身の術くらえ。くらえ。影分身の術。砂煙が上がったのを見た。くらえ。地中から出た瞬間を攻撃するんだ。影分身の術了解。くらえ。ナルト、避けて。加賀先生、行くぜ。連携成功だぜ。王だなら戦乱。影分身の術。よっ。ナルト、避けて。今だ、ナルト。影分身の術。わかったわ。つら。くらえがあったのに。影分身の術。十発。さあ、よっ。くらえ、終わりだ。ちょっと、影分身の術。くらえ、ナルト、避けて。今だ、ナルト。わかったくらえ、王だなら戦乱。くらえ、終わりだ。ナルト、避けて。今だ、ナルト。大玉ら戦乱。よっしゃ、倒したぜ。よし、帰って報告だ。まだ終わってないみたいだね。しつけえやつらだな。待ちな。リュウカ、なぜ止める？お前らが束になって戦っても勝ち目はない。なぜなら、こいつは元帥様の命を奪った仇だからさ。あたいの名は天路リュウカ。この戦いはあたいが預かった。一旦引いて陣形を整えるよ。はっ。おいおい、何わけのわかんないこと言ってんだ。俺が命を奪ったってどういう意味だよ。とぼけるな。あたいたちの里を壊滅したことを忘れたとは言わせない。だから、なんで俺がお前の里を壊さなきゃなんねんだよ。貴様のせいで里はひどいありさまだ。多くの者が家を失い、何の罪もない人たちが犠牲となった。お前だけは絶対に許さない。里を裏切った木の葉に必ず復讐してみせる。覚えておけ。俺は何したってんだよ。なんだかよくわからない人ですね。追わなくていいんですか。まずんだ。それより確かめたいことがある。わかりました。復讐とか言ってたけど、あんた何やらかしたのよ。誤解だってさくらちゃん。俺は何もしてねえっての。つうか、被害を受けてるのはむしろコノハの方じゃねえかよ。嫌な予感がするな。これ以上
大事にならなければいいが。よしお前ら、他にもまだ何か手がかりが残っているかもしれない。この周辺を再度調査した後、里に戻り5代目に報告する。